あと5分もうすぐ着くやないかい、寝た瞬間すぐ来るあたりマジでおもろすぎたな。じゃあ一回ちょっとあのシャッターうるさいんでね、一回音声ミュートにしてシャッター開けに行くついでにモンスターも撮ってきますね。そうピコーはそれガロクノートね。マイクミュートにします。シャッター閉めておりますけども、ウーバー届いちゃいましたね、なんだかんだ。さあシャッターが閉まったらお見せしましょうか。ちょっとねトイレ行ってたんですよ、ついでに、ついでにトイレ行ってきて、でちょうどトイレ終わって、シャッターも開いてたんでドアのところまで行ったらもうちょうど配達に来てまして、めっちゃ届いてんねやけど、何これほんまに、もうこんなにいらんって夜食。
ほんまに、まず眠いし、うん、ちょっと待ってくださいね、コメントを、ポークビッツ頼んだよ。お前のくらい小さい。はい、ポークビッツ。いや、これ X さんからいただいた30本のうちのね、モンスターの、1本ですね。やっと29本になりましたね。うん、あ、美味しい。起きなきゃね、もう眠くなっちゃってたんで。ポークビッツってあったかな、ウーバーの商品で。ちょっと一回見てみますね。開けないと何か本当わからない。見たことないからね。食べやすいってこと？お、たこ焼きやん。ええやん、食べやすいやん。何個来てんのこれ。うん、全部たこ焼きですかこれ。見てみないとわかんないんだよな。うん、ええ、いや、ポークビッツじゃないでしょ。え、何これ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 、え、え、うまそう、焼き鳥やん。え、焼き鳥嬉しいかも、この時間の。ガチで。うん、うん、いや、タコ抜きなんかい。いや、もうケチるなよそこ。うんうん、ギグレベ50がタコ抜きにすんなよ。めっちゃ贅沢なこと言うてるけど。いや、タコ抜きやったらこんな5個も6個もいらないんすわ。いや、ちょっと注文しすぎなんだよな。うん、同じ商品5個ずつぐらい頼んでない？うん、うん、いや絶対そうだ、同じ商品5個ぐらいいってるわ。うん、やばすぎ。たこ焼きと焼き鳥と、あ、けど焼き鳥もたこ焼きも、うん、美味しいか。タコ抜きで値段変わるの？それはタコが抜いてある状態とタコが入ってる状態で値段一緒だったらおかしくね。うん、嫌じゃねそれ。うん、すげえ箸いっぱい入ってるわ。同じ店の商品なんだよね多分。いや、たこ焼きと焼き鳥とあと一つなんだ、怖いな。熱、めっちゃ熱いやんこれ。一番熱いわ。何入ってんのこれ。うんうん、いや、これもたこ焼きやないかい。たこ焼きだけで10個注文しとるな。1個6個入りやから60個やわ。多すぎやろ。うん、けど1個6個入りやったらこれ、まだね、まだねじゃなくて多いけどね。うん、じゃあちょっとたこ焼きからいかせていただきましょうかね。ソースは入ってないのかな。ソースは入ってなさそうな感じですけども、まあけどソースなしでも美味しいんじゃないですか。タコなしかよ。美味しいのかな。ポークビッツ、え、それ焼き鳥でしょ。これですか、これ。焼き鳥じゃん、ポークビッツじゃないでしょ。いいな、たこ焼き。これ、ポークビッツ。ポークビッツよりでかい気がする。じゃあ、さす、違う、は、本当に言ってます。全部見て、え、全部じゃなくてこれで、めっちゃ汁垂れてるわ。焼き鳥5個、たこ焼き10個な。チョリソ、本当に？え、全部、全部ね。え？本当に？チョリソないんですけど。うわ、手ベタベタになったわ。配達員に食べられた？え？たこ焼き10個じゃなくて、ちゃんと見ないと分かんないな。たこ焼き、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 たこ焼きで、たこ焼き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 ばっかりやけど、ほんまにガチで配達員に食べられた。え、ほんまにたこ焼きと焼き鳥とチョリソーはないよ、ガチで。たこ焼き10、
うまからマルチョ5チョリソー S。 電話して本当に言ってます？どこに電話したいですか？チョリソーってウインナーっすよね？ベッドベッドやって。たこ焼き&バーオクトパス。マジっすか？コンビニだったらない商品は代替品が届いたりしますよ。代替品で届いたんちゃいます？じゃあ僕があれですわ、多分写真を撮ってで X さんがウーバーのヘルプに問い合わせたら多分ね返金されますよね。完全にそんな連絡来てない。うまから丸町、全部開けてみますか、ね、チョリソーがね醍醐味やったみたいなんでね。クレーム電話、はい、俺がですか？俺が、はい、これ焼き鳥ですよね。マルチョが銃来てんのか、いやかもしんない、いやそうかもしんないわ。ちょっともう一回、ちょっとね美味しそうだよね。俺が電話してもわけわからん。それ塩っぽくね？塩っぽい。これとこれ、写真は茶色いぜ。確かにうまからではなさそう。これ全部多分同じ商品だな。うまからだったらなんか、これ味噌、たまたま今のやつがあんま味ついてなかったじゃん。ウーバー見てみて、ここの店。はい、まだ配信確認できたって、まだ配信しといて。確認できた、これ4個目っすね。もう閉店してるわ。すいません。チョリソーはないぜ絶対に。閉店しちゃいました。色違います？もうやっちゃってるやん。たこ焼き10は来てますよ確かに。たこ焼き一回出してみますか。たこ焼きが1でしょ、2でしょ、3、4、もう量多いけどね。5、うわ、6、7、8、9で開封済みの10ですね。10、たこ焼き10はちゃんと届いてて、あと焼き鳥が、あ、うまから丸腸か、1、2、3、
1,2,3,4,5 ですね。たこ焼きのソースはナイス、うっす。プレーンたこ焼き、あれチョリソーが足りてないんか、もしかしたらもう一個取りに行ってくれて置いてあんのかもしんないですね。写真送って OK っす。チョリソー5、シャッターのマルチョ、マルチョ、マルチョが5でしたね。たこ焼きは10ありましたけど、ちょっと待ってください。じゃあ写真送りますか。え、チョリソーもあるかもしんないな。いや、なんかね、配達員が1回渡してくれたんですよ。で、配達員が下下がって、で、そっから、すぐドア閉めちゃったんで、もしかしたら、もしかしたら、4本かける5、4本、1、2、3、4本かける5っすよね。店電話してみて。ドアノブにかかってるかもしんないですね。ちょっと見てきましょうか。とりあえずたこ焼き10と、あ、マルチョっすね。マルチョが4本かける5。はい、マルチョはちょっと待ってくださいね。ちょっとミュートにしますね。ミュートにしてちょっともう一回見てきます。アーボーさん、ハートウンマ、マルチョね、ドアノブにかかってなかったね。マルチョの写真も馬からじゃなくてね、マルチョと馬からって違うんすかね。まあ、とりあえず今シャッター上げて見てきたんですけど、完全になかったっすね。多分3つの商品を注文してくださって、たこ焼き10、馬からマルチョ5、チョリソー5っていう話でしたけど、たこ焼きが、たこ焼き5つ入りの袋が1個、たこ焼き5つ入りの袋が1個で、マルチョ5つ入りのやつが1個で、合計3袋やったんですよ。多分たこ焼き、チョリソーのこと完全忘れてますね。電話しよう。ちょっと待ってね。外にもないかな。電話しても出ないかもしれないですけどね。どんだけ、じゃあたこ焼きバーオクトパスね。いや、返金してもらった方がいいっすよね。たこ焼き、うん、完全に営業時間外。いやけど完全にね、ポークピッツでね、いじりたかったのにいじれないのがね、ボケがね、ボケじゃなくなっちゃってるんで、ワンチャン酢飯作業でまだいるかもよ。とりあえず電話するか。それの馬から見てみて。
馬から、はい、あ、写真でですね、 OK です。馬からマルチョ、これっすね、これ。え、けどこれっぽかったっすけどね。馬からマルチョはそれっぽかったっす。でタコなしに関しては6個入りのやつを注文してくださったのかな。あ、これですね、大玉たこ焼き6個入り、これだな。色がなまあまあ色もね、うん、まあまあまあ大体あの、そうですね、実物とまあそのね紹介の写真がよく違うことありますから。けどチョリソーが完全に入ってないんだよな。電話するか何の電話やねんって。辛すぎチョリソーを注文してくださったんですかね。まあ真ん中のこれっすね。チョリソーがないな、よくないね。じゃあちょっと電話番号調べなあかんな。たこ焼き&たこ焼き&バーオクトバス、ここかな。どこや、住所。電話番号載ってないし、いやこれ完全に、うん、電話番号載ってなくね、住所を添付したのに表示されないな。え、電話番号なくね。あ、お問い合わせは店舗に、店舗の電話番号81664、ん、今回のご注文に関するお問い合わせはこちらの店舗番号ではなく Uber Eats サポートまでご連絡くださいって書いてありますけどね。電話した方がいいですか。 X さんに送ろう。マルチョは、馬からマルチョは色がちょっと実物、写真と実物では色がちょっと違う感じもありましたね、ありましたねすごいことになってるね。うん、うん、なんかそのたこ焼き食うよりもないに、なんか注文が違うっていうね、ちょっと違う、無理っすな。やっぱマックやな。いやマックほんまやめよ、うん、マックこの時間やってねえし、うん、ハッピーセットのおもちゃ、うん、ちょっと遊びましたけどね前、うん、しょうもないおもちゃ入ってましたわどうしましょう、店舗に電話してもっていうところですけど、一応店舗に電話してみます。どっちでもいいですけど、うん、マルチョの写真 OK です。あ、名前 K ですね。 K で注文、あ、電話ですね、 OK です。816、こんな電話番号見たことないけどな、これ。全然ちげえやん確かに。
ガチ切れな。いや、あんま、僕はそういう風な電話あんましないですけどね。一回電話してみますか。ご利用方法を確認の上おかけ直しください。はい。ねえ、こいつ。あ、ふざけんなよ。電話番号は多分別に載せてもいいはずなんだけど、じゃあちょ X さんに今電話したあの証拠を見せましょうか。ちょ、もう一回だけかけますね。完全にもう営業もうやってないやん、中村ちゃんハートンマ。いや、ちゃんと電話番号にかけましたけどね。ちょっと X さんに証拠、あ、電話番号は見せない方がいいか。ちょっと出さね。ご利用方法を確認の上おかけ直しください。は、めちゃくちゃ俺が文句言ってくる。いや、電話出ねえっすよこれ。ちょ、今ガチで、そうけど X さんに文句言われるとめちゃくちゃ怖いだろうな。すげえ冷静に、あの別に声荒げることなく言ってますもんね多分。想像の範疇ですけど。いやけど Uber の、 あのサポートにあの連絡入れたら絶対返金されますよこれ。うん、あの普通に全額返金は注文した商品が届かないで全額返金されますんで、ええ、X さんにちゃんと、うん、今あのガチで電話して結果出なかったって送りました。プロトさん何してるの、うとうとしてしまい。ああ大丈夫。普通にね、 X さんがねいっぱいあの Uber Eats を注文してくださったんですけど、注文してくださった、商品のうちでチョリソーがちょっと来なくて、たこ焼き10個と旨辛マルチョ5個は来たんですけどチョリソーがなかったんで、店舗に電話せなあかんなっていう流れになりまして、でも店舗に電話しても出なくてやばいなってなってますね。もうやばいなっていうか、ちょっともうね、閉店されてるのがムカつきますね。ちょっとね、電話でねいろいろやり取りやったら面白かったんですけどね。うん、ね、ちょっとパイナップルからなんか来てたな。ちなみに常夏は今日も配信サボってたん。あ、海外行ってんねや。カジノも負けまくったんや。楽しんでんなこいつマジで。ええー、な。うん、さゆりハートありがとうな。じゃあとりあえず食べますか。お腹減っちゃいましたからね。明日領収書見せたら、領収、そうだね、まあ、領収書っていうかウーバーに問い合わせた方が一番早いよね、うん、よっこいしょ。じゃあまずねたこ焼きを食べたいと思いますね。
せっかくね注文してくださったんですけどね、ポークピッツが一番の、あ、ポークピッツちゃう、チョリソが一番の 目玉やったと思うんですけどね、それがちょっとね注文されてなかったみたいで、いや注文したんですけど届かなくてちょっと残念でしたけど、じゃあタコなしたこ焼き食べます。いただきます。タコ入ってたんやけど、タコなしじゃないの？適当だなマジで、思わへん。なんかタコなしなのにタコ入っててチョリソ注文したのにチョリソ入ってないやん、なんやねんこのサプライズ。いや、うん、びっくりしましたけどね。いや美味しいですけどね、マジ店員適当だわ、うん、サプライズがやばいっすね。うん、タコ入ってるって文句言う、いやそれはいいんじゃないですか、タコ入ってる方が高いですから。タコ入れたからチョリソーなしでも許してってことなのかな。、うん、適当やんね、うん、今から言うは言えるんですか、うん。タコ焼き以外返金されてよかったです。タコ焼きも返金できるんちゃいます。わけわかんないでしょマジで、タコ入ってるやん、なんかタコの感触したから、え、タコなしじゃないのって、うん、もう2個目も食べてみますか。私タコ焼きが経営してたよ、マジでもうやめたの、タダ飯ってこと。いやまあタダタコ。そうタダタコだね、うん、うん、タコちっちゃ、ちっちゃ、これどう思うみんな、これちっちゃくね。うんうん、ほぼタコなしと言っていいかもしれない。2個目のタコめっちゃちっちゃかった。すごいな、さよりちゃん何でもやってんだね。うん、だけどタコ焼き美味しいですね、この時間にちょうどいい。うん、なんか小腹にちょうどよくて美味しいです。けど量が多いね、毎回思うけど、うん、タコ高いからかな。いや美味しい、この焼き鳥みたいなのがね美味しそうなんですよね。いただきます。うん、うわこれ結構噛まなあかんやつ、飲み込まなあかんやつだこれ、ホルモンみたいな味がします。うん、いや噛み応え半端ないな、すごいこれ。うん、これはね美味しいというか大人のみが楽しめるたしなみですね。うん、噛まなあかんとにかくこれ。うん、ハッシュタグたこ焼きバーとは。確かに。ありがたいですね、まあ、でもね、うん、注文していただけるっていうのは当たり前じゃないですからね。うん、マルチョだね。うん、焼き鳥だと思って食べたらうんってなると思う。うん、めちゃくちゃ噛まなあかん。うん、これめちゃくちゃ時間かかるぞこれ、マルチョは食べんの、たこ焼きはすぐいける。うん、うん、まだずっとまとわりついてるからね。うん、うん、ダメだこれ、うん、うん、これ噛んでる間に配信終わってまえばもう朝7時に行くわこれ。うん、うん、これめっちゃよく噛まなあかん。アイリちゃんそう、うん、美味しいんやけどね。うん、ホルモンみたいな感じで。うん、あーもう薬飲むときぐらい飲み込んだ今。うん、そうモンスターで飲み込まなあかんわ。いやめっちゃこれかま、ほんまかまんかったらやばいでこれ、ほんまに。たこ焼きは6個食べますけど、うん、これはもうみんな焼き鳥やと思って食べたらもう大間違いで、めっちゃ時間かかるこれ、配信中に食べたらあかんかこんな。うん、いや美味しいけどね。たこ焼きいきます。うん、普通にソースなくても味がついてて美味しい。うん、マジで、うん、美味しい。文句言っといたらマジ。ウーバーってでも
え、どういう風に文句言ってますか。オールスターズおめでとう。ありがとうございます。 X さんと川原社長のおかげですね、マジで。どんな風に文句言ったのか気になりますね。問い合わせで。すみません、お手数おかけしてありがとうございます。私綺麗、はい、怖い、怖い人、ブロッコリー&ビュートです。お疲れ様でした。綺麗ではないです、あざした。急にやめろや。たこ焼き美味しい。いやけどあとね2個食べますか。でも1個ずつ食べたらいけんのかな。せっかく1本はねさすがに食べないと。うん、いやうまいんやけどね。うん、まとわりついてくる感じやな。うん、あ、白木屋さん確かにね。うん、あ、白木屋さんさっきインスタに DM してくれました。うん、写真送れないけど、写真送れないけど大丈夫そうみたいに言ってくれました。あ、ほんまにほんまに送れてるやん。ちゃんとリスナーさんがね、受けと、あの、アイコンは隠しますけど、アイコンっていうかアカウント名。ちゃんと受け取れたみたいです。あの、川原社長がね、注文してくださった、ケンタッキーですね。いや、嬉しいですね。こうやってリスナーさんもね、わざわざ問いに来てくれたりってね。うん。いや、よかったですね。うん。ひらきやちゃんもほんまに。うん。食べました、もう。うん。うん、した、うん、あ、送ってくれたってこと。うん、食べた。ありがとう、白木屋ちゃん取りに来てくれてわざわざね。え、川原社長ありがとうございますよね、マジで。うん、寝ます、またお願いし、寝ます、またお邪魔します。うん、愛理ちゃんほんまありがとう、楽しかった、いっぱい応援してくれてありがとう、またね。うん、嬉しかった。うん、まあ、リスナーさんもね幸せだし、俺も楽しくて、うん、いっぱいね、ご飯までいただいちゃって、いや嬉しいっすね本当に。うん、いや、このほんま焼き鳥じゃなくてこの旨辛、これやばいな、これ旨辛ね。4本入りが5個あって20本あんねんけど、うん、これ1本食うのに5分かかるから2時間ぐらい噛み続けないと無理だな。うん、途中で飲み込まなあかんこれ。時間かかるわ。うん、うん、わしの推し、え、誰やったっけ、ヒロチ、あれか、ベルか、ベルやんね。あ、頑張るわ、ありがとう。うん、あ、飲み込んだ、時間かかった。あとたこ焼きは3つあるんでね、それも食べたいと思います。いただきます。うん、だしが効いてるからほんまいらないんだよな、ソースがね。うん、けど量多いな、いらんわこんなに。うん、ナルテ飛べる。あ、ナルテ好きなんや。ナルテこの間あの TikTok の本社でなんかイベントやってた。ナルテと誰やったっけ、カニちゃんがなんか一緒に飯食ってるインスタ見たな。さや同じ福岡から、あ、そうか、うん、そっかそっか、なるほどね。福岡の女好きになるタイプな。うん、いや量多いな、たこ焼き4個でもう腹いっぱいやわ。いやけど食べるか、もったいないです。うん、じゃあこれみんな見て、タコはみ出てるやないかい、これタコはみ出てるやん。うん、うん、ほら、よせ、適当やな、この店主、マジで。
誰か行くか。誰行こうか。面白いやついる？さくら行こうか。久々やから。ひろちゃんまたな。リスありがとう。4時かも。いや、さくらこいつ辞退してんじゃねえよ。こいつさくらあかんかったらクロール行くか。うん、さくらがあかんかったらクロールやな。クロールでいいや。クロールもあかんかも。クロロでいいや。クロロもあかんかもしれん。拒否したのに。いや、拒否してんじゃねえよお前。それはいいやって拒否した。なんやねんお前。はい、クロロたこ焼き。あーん、あーん。自分の金で食え貧乏人。こういうこと言うからさ、お前、リスナーさん、リスナーさんが相手に投げるんだろ？かわいそうに。昨日日刊ランキング11位でした。ありがとうございます。日刊ランク外のクロロさん、かわいそうに大丈夫そう？いや、日刊ランキングでマウント取らないでください。よいしょ。何でマウント取ったらいいですか？お疲れ様ですが。何かマウント取れるものあったらどうぞ。マウント取ってください。よいしょ。あなたは、閲覧80人でしたよね。84人ですけど。お前、閲覧なんてな、そんな、わけわからんことしとったら伸びんねん。わけのわけのわからないことしなくてもいろいろと人に愛されてますよ。よいしょ。ありがとうございます。ブラシ暗算配信したら、どうせ8000人とか言ったことあるよ、俺。何それ。いや、ブラシ暗算、俺ブラシ暗算日本一やから。うん。いや、その、同説だけでマウント取れるってことね。日韓ランキングでマウント取れるように頑張ります。よいしょ。なやそれ。律儀やな。じゃあ、同説だけでマウント取っても、日韓ランキングわからんかな。プリン将軍がいい例や。あいつ3万人ぐらい同説言ってたけど、日韓全然入れてなかったわけやからな。うん、ポケモン仲間やな。いや、ポケモンほんまや。ポッチャマ？何それ？ポッチャマで。うん。まあでもプラスラのなんかとプリン将軍のコラボのやつ見てたけど、分からなくもないなって思った。今日の投げ手が相手側に投げたやつ頼りばらんまんまん。私もそれをなんか配信者にやられたから。何がいい？ガチバトルで配信者が私その向こうにばっか投げて、うん、なんかその相手がクロロなの知ってて向こうに投げてたパターンだったから。いや、ブロッコリーしたくなるやろクロロは。なんか私プロソロの話聞いて、その二人、その配信者二人ブロッコリーしようかなって考えたもん、真剣に。俺に共感したんや。ちょっと共感した。私もさ、負けず嫌いなところあるから、うん、話わかる。いい人やん、うん、頭いいよ。俺の言ってることがわかるってことは普通にガチで、うん、だってなんで将軍は悔しがらないんだろうって思うもん。思うよね、やっぱな。何されてます？何食べてんねん。あやちゃん久しぶり。やめてやめてやめてやめないで。細じゃがりこありがとう。食べたことないわ。白木やちゃんハートありがとう。うん、タイジさんの本気でバトルやってないってことじゃん。そう、本気でバトルやってないからさ、うん、なんか良くないよね、それ。リスナーさんせっかく応援してくださってるのね。何回もバトルやるんだったらさ、違うけど。はい、タイジさん、お休み、戻よ。ガチバトル、ガチバトルでさ、もう40万、何十万超えもしたバトルだったら、うん、相手にユニバとか投げたらムカつくよねって感じ。まあ、投げるのはさ、その人次第っていうプリン将軍の言い分もわかるけど。うん。そうそうそう。みんなインスタで言った。逆サイドから、相手が変わっても投げ続けてくるやつってただのアンチやから、それってもう、全然その、フォローするとかしないとかの次元じゃなくて、もうブロッコリー対象なだけだからな、そんなの。私も多分ブロソロ払うと思う。なんだ、そうだ、プリンがちょっと変わってるのかもしれないよね。うん。でも、プリンさんは多分ギフトが飛ばないからだと思うから。
褒めてるだけだから、あのプロソロみたいにギフト飛んだら、いや俺もわかるわとか言い出しそう。何かな。あの安泰将軍で。何将軍？いかにいい人に見せて、あわかるわかるを共感を求めるかっていう感じだから。あでもさ、プリン将軍とプロソロちゃんならどっちと付き合いたい？うん、あれ金銭面的にプロソロかな。いやそんなに金ねえわ。持ってるよ。持ってるけど。持ってるけど何？飼育しながらバトルに参加してんじゃねえよ。飼育してんじゃねえよお前。金かかるゴリラやで、スタナゴリップ。お金持ってそうだからプロソロちゃん。うん。中身は？てかなんかプロソロってこんなキャラなだけでなんか実は礼儀正しいって聞いたからね。ねやで。音楽を見抜けてるのは黒。僕らと包んでるけど、ちょっと変態で。え、なに？また桜ちゃん色っぽいから持って帰ろうとしたの？いやいやいや、そんなの一切ないけど、あの、会話が盛り上がったの。桜、うん、の好きな、あの、そういう女優と同じ人好きだった。ああ、そうやんな。盛り上がったよね。レイジ見てね、ライン。バレちゃったね。そうやね。たまたま一緒や。成瀬ここみちゃん好きなの一緒やよな。そう。マジで。じゃあプロソロと付き合いたいってことじゃん。いや私は TikTok ライバーの中でマジでプリン将軍推し。どこがいいのあいつの。えもうなんか仕事に関してもしっかり考えてるし、あとストーリーが好き。なんかいつも山登ったり、あんな忙しいのに山登ったり、うん、散歩したり。気をつけるよ。そう寺とか行ってんだよね。お前同説多いのに3桁って。ジョーちゃんありがとう。スコアの方がね小さいんじゃない同説より。いや私夜弱いんだよね。4時5時ぐらい。配信やめて寝たらいいんじゃん。はい、えぐいでキャビンキャビンキャビンか。あのヨウちゃんの、はい、クロも、そしてさくらちゃんも、はい、オワコンチャンネルおめでとうビクトリー。うざいねこいつ。だから受けなかったんだよそういうこと言うから。だから拒否したんだよ。友達減るぞマジで。どうせ友達もともといませんし、ね、バトル相手減るぞ。バトル相手山ほどいますし盛り上がるんでオールスターズも行けます。あざます。だからあのこれをだからそのガチとして捉えるのかネタとして捉えるのかはクロロ次第です。別に私ガチで捉えてないから。そうだよね。だからそれやからクロロはあのうん、どうせ鼻くそほじりながら喋るのやめてほしい。違う鼻くそついてたから。やめろやお前。鼻がお前女の子やろ仮にも。うん、ああね、あとで、うん、女子プロレスラーとかクロロ向いてるんじゃん。なんでそういうの。そうだよね。なんか体がでかいからって、ね。そうそうそう。すいません、すいません、すいません。いや、それも失礼って言ったら女子プロレスラーにも同じこと言えるけどね。ポテトチップスのないのか。聞いてへんやないか、お前。はい、感謝します。1位は、1位誰？プリンさん、スッキー、サヨリちゃんも。1位はサイドさんだよね。ありがとうな、サイド。ナイス。そして、あやちゃん久しぶりやな。ありがとうな。さより40ポイント。舐めてんのか？寝てんのか、お前。うん。でもありがとう。白木屋もありがとうな。はい、みんなまとめて。これまだ買ったばっかり。え？関係ない。おもろすぎビクトリー。何したの？あの、ヒッチハイクで割れた。あ、白木屋、そうなんや。兄ちゃん、やめて。クロロ、昨日はめちゃくちゃ可愛くおめかししてたらしいけど、今日はどうした？今帰ってきた。ありがとうございます。食べてから。ゼロワンさんとお会いしてきたん？お会いしてきた。あらら、ゼロワンさんどこ住んではんの？知らない。は？どこで会ってきたん？歌舞伎町とかにいたらいらっしゃるよ。あ、そうだよ。ゼロワンさん、歌舞伎町でなんかキャバクラとかよく行ってんの？うん、配信めっちゃしてるよ、みんな歌舞伎町。そうなんや。外勢。ありがとう。けどさ、ちょっと聞いて、俺さ、TikTok オールスターズ出るんやけどさ、ほんで場所が指定されてるわけよ。で、俺たまたまゼロワンさんの隣で配信しなきゃいけないんやけど、ゼロワンさんめっちゃ声小さいやんか。で、俺めっちゃ声うるさいやんか。絶対なんか、イライラされそうで、めっちゃ。いや、多分ゼロワンリスナーにキレられるね、それ。うん。あの、隣のプロソロうるさいっつって。そう、めっちゃピチャピンとか言うから。チャピチャピンうるさいんだけどって言うもんね、なんか、ハトね。うん。怖いわ。なんか座席変えれたらいいのになとは思うんやけどね。サーヤの隣とかやったらまだマシなんだけど。ベンチで配信しろ、じゃあな。なんでやねん。しょうもないわあいつマジで。ちょっとほんまこれもうゼロワンバトル気合入ったら。あ、そうなんや。白木屋さん教えてくれてありがとう。けどそれはそうやねん、さよりちゃん。ちょ一回
ゴミ捨てて来るね。うん。さあ4時か。いや勝てたしな、もう終わってもいいんだけどね。4時10分か。X さんとかももう寝張った、あの人ねほんま唐突に寝落ちするからね、ガチで。うん、日課もね、あのせっかく皆さんにね、さゆりちゃんほんま頑張ってくれてありがとう、 12.5K ね。うん、いやいやありがとう。 12.5K ってことは課金額で言うと、まあ21,429円だね。うん、まあね、一回の配信でいけるやろ、さよりやったら。ありがとうな。ちなみに俺は今日、528,000円ですね。どんな気持ちいいね。さよりどんな気持ちいいね。いやけど、ね、あの、多分俺ね、マジで、ほんまに23日に来てくださるってなったらね、テンション多分上がっちゃって、俺ほんまもう、使うときめっちゃ使うんで、白木屋ちゃんやばい。しかもそれプラスでケンタッキーめっちゃ届いて、たこ焼きも10個とあとなんか、うん、焼き鳥みたいなやつも めっちゃ届いてるからね、やばくない、うん、昨日私日刊27、すごいねさよりちゃん、それはすごいよ。あ、さよりちゃんも結構行ってんのや。へえ、すごいやん。ちょっと見てみよう、さよりちゃんの日刊。おー、さよりちゃんもやっぱすごいね。あれ本当にさゆりちゃん日刊27位、載ってなくね。どこ33位やないかお前、うん、ちゃんと見ろよお前。けど入った、うん、33位やないか、いつの日刊やねん。400K ぐらいやったから28万ぐらいいけたね、うん、ということは28万のうちの2万円を俺に使ったってことは、まあ、14分の1ってことね。だから要はその何、140円お財布にお金が入ってたら10円分くれたってことね。うん、そういうことね。うん、で、うん、そういうことか。うん、ありがとうな。うん、計算するな。あ、すいません、あの、あ、今の嘘なんで、はい、僕がデタラメに計算してるんで、計算間違えるんで 1+1=3 やと思ってるんで信用しないでください皆さん。はい、よくハートンマ今なんか X さんが参加しましてって出た気もするんだけど、いやけどもうこれ終わる流れかもな、若干な。うん、面白いやついないでしょ今この時間。あ、クラゲでも行ってみるか。クラゲ可愛いからな、俺はもうね、目があのパッチリしてる可愛い子が好きなんだよね。よっくんハートンマ、あ、眠いけどね、眠いから寝てもいいんだけどね。いや、クラゲ辞退してきたこいつなんやねん。辞退すんな、お前。うん、いや、また辞退してきたらもう、じゃあ、こうなったら、どうしよっかな。もう、じゃあラストバトルしちゃう？ラストバトルしちゃうか。もう、全然面白くないやつ、行く？もう普通にそのまま終わりでもいいんだけどね。いや、ほんと今面白いやついないぜ、絶対。千葉ホグワーツ？いや、負けるけどな。いや、負けるけどな。行ってみるか、千葉ホグワーツ。一回、今、いや、負けるけどな。行ってみるか、千葉ホグワーツ。一回、今、怒った。元気してるよ。いや、元気してるやつが熱さましいとおでこに貼ってるのおかしいだろうが。うん。で、元気してるよって言ってるけど、ダイヤモンドチーム何位やってん、縦井部。40位。いや、40位やったらオールスターズ行けねえから、お前元気になれるわけねえけど大丈夫そう？確かに。でも、辛い思いしたから、うん、来年の1年間は、うん、もうちょっと強くなって、うん、出るって決めた。出るって決めた？はい。やけど、ね、千葉ホグワーツやっぱりさ、もうフォロワーめっちゃ増えて動画もバズって案件とかもいっぱいあるんじゃないの？うん。いやよな、うん、俺でもう YouTube の登録者もめちゃくちゃ増えたんじゃないの？今何人なの？今？うん。今1万、うん。8000人とか。あ、どうも僕5万6000人です。よろしくお願いします。はい。
すごいですね。すごいですね。てか、6連勝してるやん。強くね？ガチ？いい、あんたも5連勝してるやん。え、嘘、5連勝してた。いや、違う、たまたまやね。いや、弱いやつを、どん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 、その、積み重ねていった感じやから。もう、師匠さんいけんのか。ペッキーネル。黙れ。行くぞー、みんなー。お前、アルマジロみたいな服着てんな、今日。うるせえ、テカドン。カビゴンな。カビゴンだった。そうっす、テカドンなんか、美味しい丼っすか、すいません、上田さん、魔法使いすぎて日本語喋れなくなってます。何ですか？めちゃくちゃ笑ってるやん。めちゃくちゃ笑ってるやん。死にがてる。怖い怖い怖い。怖いよ。いや、怖いね。いやいや、それはもう面白くない時の笑い方なんだよ。いや、ははは、が怖いのよ。はあさん、はあと、団結や。映画今日はみんな。うん。ハリーポッターのモノマネ選挙だったら、ほんまにただのイカれた人みたいになってるけど。うん。いや、めちゃ、いや、ほんま面白くねえだろ、別に。そんな面白くねえだろ。3番行くよ。はい3番行くよ、みんな。3番行くよって全然もう話、なってない。さあ行くぞ、けど日韓多分、全部行くわ。できんのまず。誰俺に言ってんのか、それ。んお前、舐めてるな。お前、最初、地投げっていう、お前。最後何番行くぞ。10人、10人、10人、みんな今日、ここ。頼むよ。ハリーピッカー、配信やめて、やめてね。さゆりちゃん、バラじゃ足りひん。頼むよ、ナイス。行くぞ。ヌンちゃんのローソだよ、さゆりちゃんバラウンマン。ウキナイス。こいつ日韓入ってんのかな日韓なんや。70位か。うわ、絶妙にちょっと上だわ。ムカつくな。さあ、3倍です。こいつのランキング抜かすかユニバや。あ、あやちゃん、やめてやめてやめて、やめないで。さゆるいやブーブーブーちょっと待って、ことどり、ガンギマリガンギマリ。ことどり、さゆり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 行くぞ太郎、ガンギマリ、ガンギマリ。頼むぞワンバトルや。こいつに勝ったらもう勝ち逃げドローンや。せっかくオールスターズ出れるってなってんのに、こいつに負けたら終わりだろ。ヌーちゃんのハートウンマ行くぞ。こいつのランキングを越していこう。こいつにはフォロワーで負けているからな。タロガンギバリガンギバリガンギバリ。あれフォークワーツも別にそこまで強くなさそうだけども。でも負けてる。行くぞ。やばいぞ。はぁ、こんなもう、熱さまシートお化けに負けとったが、残り20秒です。行くぞ。行くぞ。うん、行くぞってどっちも動いてないな。豆パとハードマン。ちょ、サユリンゴスープ。サユリンゴスープ。ユニバで送ってくれる？ユニバで。ちょっと、このままじゃやばい。負けるって。頼むってさゆりほんまに142団結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 無理かヌンちゃん笑ってる場合ちゃううわ最悪や誰とも動かない最悪や誰とも動かないだけどなんか千葉ホグワーツもな前まですっごい上の方にいたかもしれないけど今日韓66位かいやいや一応日韓20位以内入って入れるんだけどね嘘やん。24系差で抜かせるけど、昨日何位やったんじゃ昨日うん。あ昨日何位やっけ俺昨日11位だよ。日韓ああ、11位で確定な。プロソロって何その、何時から配信始めて何時に残ってんの昨日は夕方5時ぐらいからずっとやってたかな。何時からいや、昨日はだから夕方5時ぐらいから24時ぐらいまで、そのままあの流れで今もやってる。ああ、なるほどね。はいはい。そうそう。配信時間はやっぱあれなんだね。長いんだ。結構。そう。今なんかすごい音聞こえたけど、なんか、大丈夫うん。ドツカーンって音聞こえたけど、大丈夫彼女がなんか、ちょっといろいろ動いちゃってんの。言わないで、それ。すいません、ちょっと画角変えてもらっていいですか、一回。ちょっと、すいません。言わないで、それ。まあ、彼女、猫か。猫か。猫か。ああ。いや、もう猫飼う金ねえだろ、日韓。な、昨日ランク外でしょ、どうせ。配信した昨日、そもそも。配信したわ。ああ。今のところ、その、だから、その、何動画の収益とライブの収益やったら、どっちの方が大きい案件とかも含めて。動画の。一緒ぐらいかな。あ、一緒ぐらい？そんな。やばいやばい、ロックさん待って！ナイスサヨリー！ X さんが参加しました。はい。ちょっと待ってって。サヨリグローブはないわ、トロトロ。グローブ、ラーゴーヌーグローブはないわ。走り出すさゆり。ないじゃん、もうそれも。行くぞ、さゆり。日韓88、ありがとう。行くか、この男に勝つぞ。いや、6連勝取られるじゃん、これ。いや、6連勝。お、さゆりの、ブーパーン行っちゃってますかちょい。さゆりの、ブーパーン行っちゃってますから。さゆり強いな、今日。グローブ誰も持ってないよ。グローブもう一個あるんやったら使ってください。さゆりブーッ！最後、最後、気をつけてよ。ちょい、気をつけてよ。さゆり最後最後頼むから、マジで最後、でかいやつ来るかもしれんからな。気をつけてよ。さゆり頼むよ。来んなよ、お前のところ。やばいやばいやばい
バラウンマギリギリや、何来た、ウンマ少佐、ウンマ完璧やん、158ポイント差。待って、もうこの勝負が一番しょっぱい。最後せっかく差し込んでくれてな、気持ちよく勝てると思ったらギリギリ負けるって一番しんどいな。そこユニバでしょ。お前こういう時にあの魔法使って勝てるようにした方がいいんじゃん。えぐいてキャピンキャピンキャピンか、あのヨちゃんと千葉ホグラツもうおわこになっちゃったんですか。おめでとうございます。ビシャ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 。はい。落ち着けよって、うん、お前スコア落ちすぎすぎてね、負ける展開になったけど大丈夫ぞ。うん。え、今日 X さん、俺が差し込んだ。いやいや、X さんが差し込んだっすか。え、X さんが何もろたん最後、それ。え、あの、踊るやつ。あはは、X さん、いいじゃん。リズミカルなクマ、結構何回か貸させてもらったん、ポンポンポンって。お前 X さんに恥かかせてて、恥かかせてんじゃねえぞ、お前。もう、差し込みのプロなんだぞ、X さん。わかる。それは知ってる。X が差し込みのプロが、かましてくれたのに負けるって。いや、でも。ちょっと謝らなかった。怖いからね、もう。しょっぱいわ。何がしょっぱいって正せなかったのがしょっぱいわ、ほんと。いや、赤がないって言ってない。勝たせなかったっていうか、その、X さんに応援していただいたのに、うん、その、勝てなかった自分が悪い、ね。なんだ、ナリア、ウキ、ナノカ、そしてユーちゃん。俺のことも聞いてへんやないか。はい、感謝します。皆さん、6連勝ありがとうございます。翔さん、ホワイトウルフ最後かましてくれるなんて、やばすぎだろ。ガチでビビった。ほんまにありがとう、翔さん。うわー、これ翔さん、モデに追加じゃないか、このバトルで。ね、いや、これモデに追加だわ。ありがとうな、翔さん。ほんまにありがとう。さゆりちゃんも最後の最後まで頑張ってくれてありがとう。これはもう翔さんとさゆりちゃんの初めての共同作業だったに違いないね。いや、マジで、美男美女だ。愛してるぜ。そして、あやちゃんもいなかったら負けてたよな。あやちゃんも、本当に頑張ってくれた。小さのりもありがとう。フォローごめんな、返したわ。今、なんか外れてたからな。ぬんちゃんもありがとうな。すごいよ。はい、みんなまとめて、団結いくすぎ、ホグワーツ弱すぎ、おもろすぎ、エピソード。ここでもらったグローブ使えた。うわ、ありがとう、さよりちゃん。いや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 、これ最高に。ここはちょっとしょっぱい。大丈夫、やまなくていいよ。しょっぱいしょっぱい、うるさいんやけど、大丈夫そう。しょっぱいやろ。まあ。多分、今、この汗ばんだ、この熱さまシートの方が舐めたらしょっぱいと思う。ははは、ドワドワドワ。だからもう、はい、今ちょっと匂ってみた、今自分で。うん。うん、もうちょっと匂ってもらっていい？どう？どんな匂いする？うん、ちょっとしょっぱいかも。滑ったな、お疲れ。ドワ。しょっぱいかもとか言うてた。うわぁ。めちゃくちゃ悔しそうやな。いや、それ悔しいやろな。俺逆の立場やったらめっちゃ悔しいから。いや、けどほんまありがとね。いや、目覚めたかもしれん。翔さんもさゆりちゃんもね、すがちゃんもね、ずっとみんな応援してくれて。いや、ほんまみんなの団結なかったら負けてたからね。ガチ嬉しいわ。たこ焼きこれ冷蔵庫しまうか、一回。ちょっとで、あれですわ。シャッター閉めてきますわ。いや、アイクさんもね、ありがとうございます。美味しいたこ焼き。
やいやいやいや、あんな気持ちよく勝てたらもうこれはもうラストバトルぐらいでいい気がして、もうこれで終わってもいい気がするよね。よかった寝るわ。いやこちらこそやで、さゆりちゃんほんまありがとな。マジうれ、差し込みうますぎたよね。いやあれ以上のバトルないやろほんまに。あんなギリギリでほんまに差し込みをうまいことやって勝てるってやばいからな。ありがとう、日課もだいぶ上がったんじゃ。うわ71位までいった。え、千葉はどこまでいった、55位か。いやまあでもね、あの昼にやったら抜かせるからどうせ。うん、いやさあ、あと5、6分ぐらいちょっとあの皆さんの健闘を称え合って僕も配信終わって寝ましょうかね。いや楽しかったな、やっぱ今日も。やっぱ配信って楽しいよね。そう、うん、やっぱリスナーさんもね、うん、楽しんでくださってる感じがして。琴ノ井先生って言ってる、どうした、アイコンまた書いたやん。紅生姜おめでとうございます。はい、すいません、よくわかんないです。いやすいません、本当によくわかんない。紅生姜おめでとうございます、俺日本語で初めて聞いたぞ。ああ日本語、それヒンドゥー語じゃなくてアラビア語。女芸人優勝した、ああそうなんや。俺ね実は紅生姜さんとあのお仕事したことあんのね。 NSC39 期吉本の養成所通ってたから。同期ではないね、1個先輩ちゃうかな、38期ちゃう。風数屋さんもあの決勝いけそうやったけど準決勝で多分敗退で、あの敗者復活出るんじゃん。あと行部ってやつは同期やね。あの行部っていうコンビが漫才コンビでおるんやけど、すごいね、ザ・ W ね。あれだよ、ザ・ W であの去年か優勝した天才ピアニストさんは、天才ピアニストのあの竹内さんはあの喋ったことあるね。うん。そう、ま、めっちゃ真面目な方やったね。最近パラダイスさんコラボしやんの、あの人で、ね、結構辞退することが多いっていうのと配信時間そもそも短いから被らんことが多いかな。そう、マスミと竹内さんが、うん、竹内さんはねあのティーチングアシスタントみたいな感じでいろいろと教えてくださってた。うん、そう、あの同じ芸人さん同士はさん付けで呼ばなあかんとかね、うん、なんかいろいろとね教えてもらった記憶がありますけどね。ネタ作りは竹内さん、ああそうなんや。うん、そう、俺パラダイスさん、俺あれだよ、あの NSC に入った理由として、あのまあ山田奈々ちゃんにその気に入られたいっていうっていうか、まあ、山田奈々ちゃんと結婚したくて、あの山田奈々ちゃんその時 NMB やったから吉本所属やったから、まああの NSC 卒業したらワンチャン結婚できるかなとかそういうまあ甘い考えで NSC 入ったんやけど、で、まあ、それもあるんやけど、まずはやっぱりウーマンラッシュアーさんがもう大好きで、漫才大好きすぎて面白すぎてそれに憧れてあの NSC 入ったっていうのがある。2013年のザ漫才でウーマンラッシュアーさんが優勝されて、で俺あの大学2012年から2016年まであの神戸大学おったんやけど、で卒業して2016年の5月に NSC 入って、で卒業して独演会とかも行ってたのよ、村本さんのね。うん、2回ぐらい行ったことあるわ、めっちゃ面白くて。うん、で独演会に行く途中ね、道の途中の話なんやけど、ちょうどあの何、地下鉄降りて階段登って歩いてたら目の前にパラダイスさんがいらっしゃって、うわこの帽子かぶっていたパラダイスさんかなって思って、でちょっとけど声もかけにくかったし声かけんかったんやけど、たまたま途中でパラダイスさん見失って、俺もあの会場に向かう途中にあのパラダイスさんがなんか列のところにいらっしゃってね、その村本さんの独演会に行こうと思ったらなんかシークレットでパラダイスさんも出演するみたいな日やったみたいで、でなんか人だかりのところにパラダイスさんもいらっしゃって、俺が着いた時にパラダイスさんに急に聞かれて、ここってあの独演会する会場で会ってますかって俺に質問されて、あはいもちろんですよ会ってますよみたいな、いやパラダイスさんじゃないですかすごーみたいな、それが初めての会話やって、でそれ以降もう会うこともないんだろうなとか思ってたのに、まさかこんな TikTok でさあえてコラボして、でこの間あの新田さんっていう方がいらっしゃってね、投げ師の、その方のバーでね、俺と、まあ、あのパイナップルのモデルのアキさんと、であとお湯とかとろみとかとね、みんなであの
飯食ったり、ね、カラオケ歌ったりして、いやほんまもう TikTok やっててよかったなって思ったね。もう雲の上の存在やったからね。俺が芸人してたままやったら絶対2人でゆっくり喋ったりできなかったから、いやほんとやっぱ人生何があるかわからんねって感じ。うん、今やもうパラダイスさんはなんかそのちょっとお金に困ってるみたいな感じで話してて、それであのいや TikTok はマジでほんま配信頑張ったらもう結構すごいんでやりましょうやみたいな感じで、俺が逆にアドバイスする立場になったりとかしてて、いやほんまおもろいよなガチで。このモンスターも美味しいわ。普通に X さんからいただいた、あと29本あるけどね、保存効くやつでよかったわうんね、山田奈々ちゃんよりサヤネー欲しい一番人気だもんな。サヤネーもね握手したことあるよ。しかもサヤネーと握手した時に俺が聞いた内容が、ウーマンラッシャーの村本さんになんかいろいろ言われてませんかみたいな、あの人やばくないんですか、大丈夫ですか、裏では優しいんですかって聞いたら、うん全然そんなことないです、マジで優しいですよって言ってた。わかる、私もウーマンラッシャーさんの漫才大好き。マジか、すごいやん、めっちゃ価値観合うやんいいやん、めっちゃ面白いね。これバイトリーダーのネタとかもめっちゃ好きやもん。どうもはじめまして、ウーマンラッシャーです、お願いします。あのですね、急なんですけど、バイト先にですね、バイトリーダーと言いまして、アルバイトをたまるリーダー的存在のアルバイトがいるんですけど、これがね、めちゃくちゃ仕事ができてかっこいいんですよね。いや、かっこいい言うてもバイトで、いや、バイト言うてもとか、なんかもうめっちゃ覚えてんだよね、俺。2016年入学、そう。マスミは職場の先輩だった。嘘、世間狭いな。よう、大バブリー。中山、おもろいよな。中山って誰やねん。中川パラダイス？中山ってそれ、あの、中山浩太？看護師さんすか？あ、そう、看護師やってたらしいね。おう、そうやんね。うん、竹内さん、そう。看護師辞めて NSC 入った言うてた。うん。ワオ、パラダイス。ワオは多分、うん。ワオは言わないんじゃない？やりすぎた原爆。へへへ、何よ？さっきのホワイトウルフの話？いや、ちょうど良すぎた原爆じゃない？そうです。な、そうやんな。おう。マスミが好きなんや。へぇ。パラダイスさんいい人やで、よくコラボしてくれるよ。うん、やんな、うん、いい人なのは間違いない。まあ多分ちょっといい人なんやけど、あの配信の内容がちょっとヤバすぎて、もうちょっとまともになったらいいのになとは思う。ウォッカの人誰が？プロソロが、ああ、ウォッカの人、ああ、俺がサワヤンチャンネルとコラボしたところの動画見たんや。プロソロがきっかけやで、ありがとうマジでさよりちゃん、ああ、いやいや、こちらこそやで。うん、いや確かにその何、漫才大好きでウーマンラッシュアーのねことを知ってて、で俺きっかけでね知り合えたっていうのは、いや何があるか分かんないね本当に。丸暗記そうそうそう、 NSC 入る時に漫才の練習したんだけど、その時に覚えたのよ、うん、そう。子供の頃が英才教育受けて、そのまま東京大学に入り、東京大学で法律を4年間勉強してアメリカに渡り、アメリカでハーバード大学、アメリカでハーバード大学に入って宇宙工学を勉強し、そして日本に戻り、なんやかんや居酒屋でバイトリーダーをして俺が行くしかないなっていうこのフレーズあるんやけど、噛まずにあの速さで聞き取りやすく言うの難しいのよ。もうこうやって首やっぱ動かさんと無理だわ。うん、あれきつかったですか、あれって。ああ、全然楽しかったよ、うん、普通にね。いや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 ね、いやさゆりちゃんも俺も良かったよね。投げ足りない、ほーん、なんだってマジで言ってるか、そういうことですか。 OK です。あ、じゃあ久々の女行くか。俺がそのこういうバトル配信をするきっかけになった女が久々に配信、あ、やべ、ミスった、あかんミスった、やってるみたいなんでちょっと行きますか。やってるみたいなんでちょっと行きますか。視聴者あ、こないだコンカフェ来なかったカビゴンじゃないですか。ほんまにほんまに行きたかったよ。でも理由まで説明できなくてちょうど縦ベと被っちゃってて。あ、そうなんだ、縦ベだったんだあれ。しかも俺縦ベ調子悪いイメージやったん知ってる、リーナ。うん、けどさ、俺さ今回あの縦ベ18位に入って、TikTok オールスターズっていう東京で行われる、うん、あの、リアルタイムイベントに出演決まってん。すごいやん。やろ？じゃあ東京来んの？え？東京来んの？東京行くねん。そうやねん。あ、じゃあ来てよ。どこやねん？え、千葉。近いよ。
お前またキャバクラで俺に金使わせてようと思ってんの。いや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 。普通のデートや。普通のデートやったら言ってやってもいい。高いよ。は東京タワー一緒に行ったな、リーナ、お前な。忘れたんか、あの頃の。いや、忘れてないよ。え、けど今日メイク、それ普通じゃねえ、キャバクラメイク、それ。うん。今日普通にさっき終わったよ、仕事。こんな時間に配信して、うん。まだ TikTok には見りゃあんの、お前。いやいや、ないんだけど、あの今、うん、暇だったから。あ、そうなんや。今日何本稼いだん、キャバクラで。秘密。うん。あ、俺50万です。よろしく。あ、対戦しても私誰もいないけど大丈夫。そう、誰もいない相手が好きでね。うわ、あれでしょ、練習増やしたいだけやろ、それ。いや、練習とかじゃなくて、もう久々にリーナと喋りたいなって思ったのもあるね。ほんとかよ。ほんと。うん。そう。あと自慢したかった。あ、それを？うん。え、縦夢で18位ってめっちゃすごくない？いや、すごい。だから X さんっていう方とね、川原社長っていうもう、ああ、なんか今すごい方がいるんだね。そう。昨日も11位やったからね、日刊。やば。そう。うん、しおりね、ハートマン。ほんで、2日間ぐらい俺体調不良で休んでたけど、2日前の配信、うん、日刊3位やったからね。えぐいね。えぐいのよ。ほんとに。しおりにちゃん。何みんな、タップしてください。タップ、タップしてください。ショー、相手かわいいな、ちゃうね。投げ足りない言うて、向こうで投げたらブロッコリーじゃん、お前。ホワイトウォーク。あ、いや、あの、投げなくていいな、誰かタップしてください。さて、6ポイントって、あの、どうやったら取れるんすか？やり方教えてもらっていいですか？逆に、2人タップしてくれてんだ。すごいね。なんすか？みんな、お前、痩せた？痩せてないよ、全然。そうだよな。ダイエット頑張れよ、お前。うるさいよ、カビゴもね。は？めちゃくちゃ痩せてるけど。待って、誰？あ、すいません。あの、シャバに出てきて3日後の男です。めっちゃリアルだったわ、今。それっぽく見えた。うん。最近は病んでないの。生きる意味考えてるかって。ありがとう。いや、違う、配信とか病んでないの。まあ、やまないか、そんなうまくいってたら。いや、まあ、まあ、たこ焼き10個ぐらい届いたから、これどうやって食べようかな。誰から届くのいつも。え、くそ。さゆりちゃんバランマ。そう。翔さんも VR で何ですか？から届くんだよ。そう。もう毎日届くわ。X さんからはたこ焼きと、なんか、串刺しと、うん、そう。で、あ、さゆりお疲れナイスほら、ポンさんありがとう。ナイスさゆりちゃん。優しいな、ほんまさゆりちゃん。さあ、投げ足りないと言ってた翔さん。ユニバ行けんのけ投げ足りないってすごい。投げ足りないって言ってて、可愛いな言うて、なんか。さゆり、はい、ゲーム、シューティングゲーム、楽しいよな。小さぶり。トーポン行くぞ。ありがとう。グミ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 。久々に聞いた。久々に聞いたわ。すごい気合入れてやってる。めっちゃ久しぶりにやった。俺も、もっと早い感じで、グミ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 って。やってんの今。ああ、未だにやってるよ。それは、エビーナにスパクらせてもらってるけど。さゆりちゃんありがとうな。ありがとう、トロッポン。いやー、あれや、X さんからは今、たこ焼きとかね、串刺しとか届いて、うん、川原社長からは、あの、ケンタッキーのクリスマスバーレルが3つ届いた。で、その2つリスナーさんにあげたわ。外に持ってってくれた。ありがとう。クラッカーありがとうございます。ありがとう。誰のクラッカー？ん？うん。誰からからクラッカー。何？フードファイターに転向したの？いや、全然。ちゃうね。もう、ウーバーイーツ届くね、いつも。このモンスターも30本届いてな。あと29本あるわ。ヘパリーゼも10本あるわ。前やっぱ。ヘパリーゼなんで。ヘパリーゼなんで？なんでヘパリーゼ届くの？いやいや、だから X さんのさじ加減だから。さじ加減？そう。この間は、あの、吉野家のトンドンが100個届いたからね。100個？ 100 個やね。ガチの。ガチやね。どうすんの、それ。あ、まあ、もうちょこっと食べたらもう、あとはもう、あの、もうなんかあんま好きじゃないやつの顔面に。好きじゃないやつの画面にやったの。うん、そうするしかないもんだって。どういうこと？量が多すぎるから、毎回。そりゃそうだろ。100はやばいわ。そう。100やばいし、あと。読んだらいいんじゃない？リスナーさん。いや、リスナー読んでもな、この間50万円分注文していただいて。え？もうな、マックフルーリも100個とか、なんか、餃子の王将も、寿司も、
吉野家の牛丼も、なんかもう何もかも、ミスドとかも全部届いて。へぇ。リスナーさんいっぱい来てくれたんやけど、さばききれんかってん。あ、来てくれたんだ。すごいね。もうめっちゃ来てくれた。そう、山があってんさより。そう。50万円分。そう。もうハンバーガーも100個届いて、それタワーでこうやって並べてたんやけど、あれめっちゃいびつな形してるから、途中でバランス崩れて、ブワーッ倒れて、うん、さすがに言うて。すいません、あの、ちゃんと作り直しててっぺんまで行きました。100個並べ終わりました。って言ったら X さんが、頑張ったなっつって限定ユニバチョカーン投げてくれる。すごい。え、それ配信でやんの？あ、配信だよ、もちろん。うん。うん。どこでやんねん、逆に。確かに。うん。いやー、さゆりちゃんありがとうな。残り10秒。すごい。残り10秒。7連勝に連れてってもらえるのかな。あれ、翔さんいなくなった。投げ足りないって言っていなくなるの。どんなやつなの？小里バラムは。うわー！うわー、すごい！何億にしてるやないかい。あーガチやん！投げたりんのガチやった！レベル29おめでとう！トゥン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 トゥ、飛んで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 、回って回って、翔さん。ミュートしやすくなったの、これ。こんなとこにあんだ、ミュートボタン。あの、用事など、何億にして、差し込むなんて。ラックすぎ、ビクトリー！すごっ。マジで投げ足りてなかったんや。マジで投げ足りてない。いや、ほんま今、アイコンが消えてたから、もう いなくなっちゃったかなって思ったのに。うん。来てくれてた。やば。うん。いいね、順調だね、カビゴン。ありがとうな。おう、322公演。配信やめちまえ。はい、ミュートや。お疲れ。はい、1位は、翔ちゃん。翔さん。かっこよすぎやしねえか。ギフレベも上がりましたね。おめでとう。もしかして、ギフレベ上げるために、あの、投げ足りない、投げたいって言ってくれたのかな？いや、やとしたらかっこよすぎるわ。すごい。マジで。はやぶさ来ると思わんかったわ。7連勝もできたし、最高だわ、翔さん。最高！愛してるぜ、翔。さゆりちゃんも、うん、ずっと見てくれてありがとうな、忙しい中な、嬉しいわ、本当に。ねえ。さゆりと、うん、超えたい。うん、天城越え、やな。ありがとう。ん？翔さん、さゆりちゃん。ありがとうな。はい、小里にも、しおりにも、はい、みんなまとめて、アオリイカ食べて寝とけ、リーナ、ビクトリー。ああ、さゆりちゃん拍手ありがとう。うまいな。差し込みうまかったね、白木屋さんね。やばすぎましたよ、さゆりさんね。いや、みんな翔さんに拍手ですね。ああ。はい。じゃあまあ、グローブ生産工場、グローブもわかんないやろ、お前。わかんない。なんか、わかんないもん、その時代の話。グローブとかミストも知らんやろ。わかんない。グローブっていうな、あの、アイテムを使うと、ポイントが5倍になったり、うん、ミストっていうアイテムを使うと、うん、向こうのスコアが見えなくなったりする、そういうアイテムが。見えないんだ。へぇー。そう。すごいね。レベルが上がってるんですね。ギフターレベルっていうのも昔なかったんちゃうかな。でもさ、それは、あの、まだやってる時にあったよ。40何とかが最高のやつでしょ。今、50レベルが最高になってまして。あ、そうなんだ。50レベルになるためには1億円以上課金しなきゃいけないんですね。1億7413万円か。で、俺は今ギフレベ40になってて。えぐ。ギフレベ40だったら1600万ぐらい。本若でそんぐらい使ってるみたいな。40から50まででそんな差あんの？いや、あるあるある。そう。レベルが上がれば上がるほど、より1個上げるのにすっごい時間と、そのお金がかかるのね。うん。そう。時間もかかるんだ。そう、時間もかかるんやけど、その、ね、たこ焼き10個とかいろいろ注文してくださった X さんは、うん、もうギフレベ50。そう。で、その、ギフレベ50のギフトがあって、最近できたんやけど、うん、ホワイトペガサスっていうのがあるのよ。うん。ホワイトペガサス。それ4万3000コイン。え、ユニバース。ユニバーは4万5000コインになってん。ああ、じゃあ、ユニバーと同じぐらいなんだ。うん、そう。あの、限定ユニバっていうのは3万5000コインで投げれるんやけど、うん、それは、あれ、ギフレベ40の人しか投げれない。それ以上の人しか。いろいろ変わったのよ、すごいね。そう。すごい興味が湧いた。シンプルに驚いた？うん。いや、すごいわ。TikTok 進化してるわ。TikTok やばいで、今。もう激アツや、ね。激アツだね。もうほんま、そう。いいオールスターズも、うん、なんか、鬼越トマホークさんっていう、まあ、芸人さんとか、平井理央さんっていうフジテレビのアナウンサーとかが、ね、あの、司会進行を務めてくださるみたいで、
無課金さんって知ってる？知らないか。ああ、超無課金さん。そう、超無課金さんも出るのよな、うんうん、オールスターズ、うん。そう、激アツやろ、それ。あと、セナちゃんとかが今、もう、セナちゃん知ってる？ああ、白と黒とのハートの人。そうそうそう。あの方が、もう今回、縦部1位、2連覇。あの方確かすごい強いよね。そう、今めっちゃ強くなってんだよね。プリコが3位になる時代やね、うん、プリコさん1位じゃないんだ。そう、プリコが1位じゃなくて、そう、セナちゃん、ムカキン、プリコみたいな、うんうん、感じに時代が変わってん。ムカキンさんもやっぱ強いんだね。そう、もうムカキンさん1位取る気満々やったからね。あ、そうなんだ。そう、すぐモテやるとか。いや、もうリーナキャバクラやめてさ、もう TikTok だけやってけよ、うん、TikTok を捨ててキャバクラに行ったからね。これプロソロさんのことかな、うん、仲いいの、ね、って。いや、なんかね、あれですね、私が一番最初にバトルを申請して、で、そっからバトルやり始めたんですよね。このカビゴン一番最初やった、バトルの申請。あ、私はその時バトルをめっちゃやってて、プロソロさんやってなかった。そう、俺は今までコラボもバトルもやったことなかったけど、そう、リーダちゃんが。連絡じゃねえ、なんだっけ、ソロ版が。お前、プロソロっていう名前出てんのに、なんでソロ版が出てきへんの。やばすぎやろ、こいつ。そう、はい。そう、ソロ版の、なんか、ピッ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 ってやつをずっとやってたところに、なんか、この人、なんか変な人だな、みたいな感じで申請したら、なんか、バトル始まって、それで、なんか、バトルしてた。なんか、わかんないけど、その毎日バトルしだしたよね。そうやね。あ、もう一回やんの。去年の6月ぐらいやったよな。あ、そう。で、去年、1ヶ月ぐらい毎日配信したよね。してたな。毎日10時ぐらいがしてた。毎日11時半から、バトルしてた。そう。懐かしいな。懐かしい。もうめっちゃ、バトルした時はね、お世話になりましたよ。あの時、月400万稼いでたやったっけ、お前。そういうこと言わない。言ってるから、最近。え？もっと言ってるから、それ。まあ、そりゃそうだろうな。うん。あの時習慣だったしね。ああ、そうやな。習慣は俺もう全然調子悪かったけどな。うん、あ、そうなんだ。X さんが帰ってきました。懐かしいな。ねえ。いや、でも TikTok ね、やりたいんだよね。やりたいけど。うん。病んじゃうんだよね。なんでなん。いや、一緒一緒。たまに病むじゃん、プラソーさんも。昔は病んでたね。いや、昔病んでた要因は、うん、ソロ版教室しながら配信やってたのよ。そこが闇ポイント。そう、そこが闇ポイント。そう、ソロ版教室の収入は、なんかめちゃくちゃ頑張っても全然増えへんのに、うん、TikTok はほんま楽しく皆さんとね、うん、まあそうだね、してるうちに、うん、ドカーン行くやんか。だから、うんうん、俺何のためにソロ版教室やってんのやろってやっぱ思っちゃってる時期があって、うん、で、俺今年の4月というか3月31日をもって辞めてんだけど、ソロ版教室をね。あ、そうだね。そう。で、そっからずっと TikTok 一本でやってて。うん。うん。楽しいよ、人生。最高だよ。やむ要素1ミリもないわ。そっか。はあ、だって、飯もいただいちゃったり、ギフトまでいただいちゃったりも。そうだよな、ね。リスナーさんも皆さん楽しいって言ってくださってるし。うん。で、リスナーさんとな、ね、今もね、投げてくださったり、注文してくださったりしてくださった、X さんとかとね、お会い実際にして300万円一緒に使ってみたりとか。100万円の飯をおごってとか。そう。100万円のご飯ってあるの？あんのよ。そう。8人ぐらいやったかな。そう、100万円分の飯をおごった。うん、もう何の話してるか分かんないよ。100万円の飯とか。今度オールスターズの時もな、300万円分ね、持ってくね。そう、前からやってるさ。そう、X さんやばすぎた。うん。ちょっと待って。ウーバーの配達先専用事務所。ありがとうございます。教室券。ありがとうございます。さあ、3人バラいけますか？スピチャル？ヌンちゃんバラウマ、そう、さよりバラウマ、そう、上に表示出るようになったのね。これね、そう。ちょっとどなたか、チンアナゴバラ。いましたら、ぜひ、バラ、一本、すいません、お願いします。謝んない。チンアナゴバラ。謝んね。恐縮してんだね。初心者配信者じゃねえだろ。あの頃の思い出せよ、自分。初配信。何言ってたよ。
アナゴバランマ。ちなみにセナちゃんとかも昔キャバクラで働いてたっぽいけど。あ、そうなんだ。今やめてな、配信1本でもう。うん。はいね、10日間の収益。ね、配信ね。500万ぐらいやってたんちゃうかな。すごいな。さあ、あの、すいません、2倍まだすか。あ、ちょっとあの、惜しかったですね。あと、1本足りなかったかな。地投げせえよ、お前、そこは、地投げ。地投げとかあるんだっけ、そっか、忘れてた。株高で自分に投げてね。そっか、1本ぐらいです。さゆりわ、これやればよかった。どうも、サッカー日本代表の三笘薫です。お疲れ様でした。ありがとうございます。行くぜ。さゆりです。一人だった、今。一人だったら意味ないから。こいつ視聴者何人やろ。15人しかいないです。15人けど、ワンチャンその、15人の中でな、俺の練習を借りたいやつが出てくるかもしれんからな。違うだろ、バランマ。行くか。頼むぞ。みんな。カビゴン何人なん？カビゴンじゃ、お前144人じゃ、こら、お前。そう、市川のキャバ嬢です。さあ、行くぞ。147人。勝てるか。10点。うん、なんか見たことあるやつはいないわ、こっちの枠に。10。10! え、まあ10ってすごいですかね。10ポイントも入ってますから。やんじゃうな。俺も2桁だったらやむわ。うん。まあまあまあ。とりあえず集中や。ラストバトルにしようか。絶対連勝かられんように気をつけようぜ。ワンチャン来る可能性あるぞ。気をつけや。おい、エックスさん、何してんねん。すごい。サンダーファルト投げる。飛んでる、飛んでる、飛んでる。鳥が飛んでるって。やりすぎやろ。エックスさん、ありがとうございます。それ、ギフレベル43以上しか投げられへんギフトやで。サンダーファルコンって。サンダーファルコン4万2000コインぐらいか。あ、違う、ごめん、4万コインだわ。TikTok のアニメーションってこんなすごくなったんだ。そうやで、うん。ホワイトペガサスってやばい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。やばすぎだろ。ありがとうございます。こんな初見の女に。いや、今 X さんって頭いかれてるから、もうわけわからんことすんねん。そう、確かにわけわからんな。そう、ね。だって50万円分もウーバーイーツ遠隔で注文しないでしょ。しないね。うん、いかれてんねん。え、ありがとうございます。よかったね、久しぶりに配信して。やまないんじゃない？そんだけで。やまないんじゃない？え、ちょっと、やめちゃったかも。嬉しいんだ、めちゃくちゃ。明るくなれたんじゃない？おい、X なりきや。何してんねん、連勝消えたやないか。やめますね。あ、はいはい、ミュートにして感謝しますね。はい。はい。13日、この子の店行こう。なんでやねん。なんでやねん。さより、ありがとうな。さすがでした。チンアナゴありがとう。ヌンちゃんありがとう。アナゴもありがとうな。はい、みんなも取れてすみませんでした。と、プロドラさんありがとうございます。みんなありがとう。ナイス。絶対田舎、田舎ね。いや、13日、オールスターズ後はちょっと遠いでしょ。千葉ですからね。あ、キャバクラですか？うん。おぜひ。ほんま。X さんとね、でも、うん、東京駅からね、15分ぐらいだよ。あ、近いんや。そう、あのね、千葉と東京のこの境目にあって。そうそう。何時までやってるって？私の店はね、朝4時までやってるんですよ。おー。そう。じゃあ行けるか。行けるね。行けるね。こないだな、ほんまに別に行きたくなくて行かなかったわけじゃなくて、縦夢が忙しかったからほんまに行けなかったから。そうなんだ。そっかそっか。縦夢の予選が11月の24から26まであったんかな、金土日で。で、27日から決勝で12月3日まであったから。うん。そう、なんか縦夢ね。うん。いろいろルールが変わったのね。うん。来ない。今逆にあの店の方で、あの、バトルしてるんで。ぜひ来てください。売り上げのってこと。あ、今月の、そう、なんかね、ある、縦イベみたいなことやってる。私の元市川カビゴン嬢でした。すごい。あ、そうなんですか？うん。新佐奈子さん。うん。アフター港区。アフター港区。アフター港区ってどういうこと？え、だからアフターを港区で。え、港区の店なの？それ。違う、全然私の店は千葉だから。全然違うよ。ああ、違うね。うん。
そのリーナの店に行った後に港区でってこと？そういうことじゃない。忙しいな。13日東京か。オール13日オールスター。そう。え、それどこで？どこでっていうか、なんかホールとかでやるの？虎ノ門ヒルズステーションなんちゃら。ああ、はいはい。マスエックスさん。え、お前この子何歳やって？リーナ何歳？22ですね。22？ はい、そうですね。今22ですね。そんな若かったっけ？若いんですよね、実は。めちゃくちゃ若いな。はい、若いですよ。22か、まだ。うん。22。え、ほんまに 22？ うん、ほんと。あ、でもね、もう、3月になったら23になっちゃうけど。平成、1900何年生まれ。2001年。2001年？うん、2001年。2001年の、え？の3月25。ああ、そうか。うん、試合しろ。いやいや、こいつ痛臭いんで無理ですよ。え、こいつ昔アオリーナっていう名前やったんですよ。あ、そうそうそう。そう、アオリーナだったけど、うん、青取っちゃった。本名は青いやもんな。あ、そうそうそう、本名は青いですね。けど上の名前は教えてくれへん。そう。上の名前はじゃあ、まあいつか教えますね。あ、こいつ。いや、こいつとね、俺東京タワーに一回ついデート行ったし、バンバンダイっていうね、200万人超え。本当ですか？いいんですか？ぜひ、来てください。お待ちしてます。こいつはい。TikTok では可愛いかもしれないですけど、実際アウト、うん、んみたいな。そうですね。写真写り良くないよな、リーナって。めっちゃ良くないよね。実物の方がいいかもしれないですね。実物とか動画やったら可愛く見えんねやけど、うん、写真ひどいです。写真写りめちゃくちゃなんか顔暴走して見えるよ。間違いない。プロソロと試合いける。プロソロと試合。え、バトルの話し合いって。夜の、ね。うん。夜の運動会の話や。あ、そっちの話？そうだ、当たり前だろ。お前とバトルしても X さんが最後サンダーファルコン4万コインのやつ差し込まんかったらお前負けてたんやから。うん、あったことあります。まあまあまあ、オーバーキルなとこはありますけどね。10ポイントだからね。そうだよ。それに10ポイントに対して最後4万って思わないよ、あんな。思わないね。そう。あ、すげえじゃないです、全然。こいつ全然、あれですわ。ん？一緒に東京タワーに、デート行ったよな。俺がバンバンザイの、その、収録、終えてから東京タワー行って一緒に写真撮って、その写真あるんちゃうかな。あ、ちょっと写真やつりあれからの探さなくていいですね。はい。ちょっとその写真見せないでもらって。あ、ちょっと写真やつりあるんでやめてください、ほんとに。やめてください、やめてください。ほら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 。もうブスブスブス。あ、ブスブスブス。やめてください、やめてください。ひどいから。近いし。うん、画面から近いし。すいません、なんか、舞台版のなんか白雪姫とか出てました。なんかすっげえ顔黒いですよ。あ、でそんな髪の毛短かったっけ？ちょっと記憶にないですね。そんな、そんな。昭和の女やん、この髪型。間違いない。昭和の女みたいな格好してる。やばいなぁ。そう。で、痩せてた時の俺です。はい。何？え、撮ったの？撮って、あ、見たらわかるやん、そんな。あ、そうなんや。92キロになっちゃったよ。ん？ 92 キロになっちゃったよ。92キロ。前、その時何キロだった？いや、80キロぐらいやったんちゃうかな。そうなんだ。うん、最新やってたね。